ふぐ食わぬ、非常識。北王子、露山人。ふぐを恐ろしがって食わぬ者は、ふぐは食いたし、命はおししの古言に引っかかって、味覚上とんだ損失をしている。その論拠の価値を極めもせずに、うかうか古言に釣り込まれ、惜しくも無知的判断から、いやいや常識的判断から震え上がり、その実、常識を失っている。 これらに向かって我々が陶器常食する天下唯一の美味、まか不思議の絶味であるフグの料理が、いささかの危険性なき事実を順々力説してみても、その確実を容易に信じようとはしない。いわゆる潜入種にとらわれて、ガンとして動こうとしない。フグというもの、いかんせん人命を奪う毒素があり、例えば、十中の三くらいは、 確実に中毒し、全く命に関わると決まっている時にこそ、フグは食いたし、命はおししが、キ路に立って迷う人のために、時に良き教訓となり、危うく人の生命を守り得る寸鉄の働きとならんでもないが、この頃のように、フグの安全料理が確立して、全く危険が取り除かれた時においては、フグは食いたし、命はおししは、 寸鉄としての価値を失うばかりか、無益に人を恐怖さすところのザレ事にしか当たらない。しかのみならず、人の幸福を拘束する余計な失言であるとも言い得られる。誰が言ったか、いつどんな時代にできた風刺だか判明しない。フグは食いたし、命はおししに、わけもなく虜になって、それがために、かえって目前の体験実際が、 物語る、安全を信じられないということは、不甲斐ないばかりか、非常識でもあり、あまりにも無縁なこととして恥ずかしい。飛行機に乗ることが冒険である。これは肯定できうる。是非を帰り見るいとまも,もないほどの休養がない限り、いたずらに飛行することは、決して等を終えた常識とは認めがたい。しかし、今日のフグ料理は、 絶対安全といって差し支えないまでの成績が上がっている。この時安心して天下唯一の美味に親しんでみることは決してただことではないと思われるのである。何でもかでも海から山から捕らえて食べ物となす人間としての当たり前の行事と言えよう。それもタイやハモのうまさ、うなぎや天ぷらのうまさ、この綿やカラスミのうまさ、 鮎や穴子の旨さ、松茸やしめじの旨さ、うどやゼンマイの旨さ、蕎麦やそうめんの旨さ、すっぽんや山椒魚の旨さ、若さの人潮石狩の荒巻き、あるいは演奏、あるいは銀字、ガチョウの肝、キャビア。まあそんなものの旨さに似た程度の旨さであるならば、私はあえてガタガタする人々にわざわざ鞭打ってまで、 フグの提灯持ちなんかしやしない。フグのうまさというものは実際絶対的のものだ。フグの代用になる美食は私の知る限りこの世の中にはない。私は人が何と思うと構わぬ気で告白するが、今日私ほど美食に体験を持っている人間は世間にほとんどない。朝から晩まで何十年来、 片時も欠かさず美食の実験に浸っている。全く私のようなものはまずないと信じられる。この点では先月ながら世上広史といえども自分は美食家として唯一とは言わないがケ有の存在であると信じている。もとよりそれが善事とも悪事とも思わないこともちろんだ。偉いこととも思わねばバカな所業だとも思わぬ。 ただ、そういうふうに生まれ合わせてきただけだと思っているまでではあるが、とにかく、誰が何と言っても、美食没頭の体験においては、人口に落ちない自信を有している。従って、あらゆる美食を尽くしていると告白するに躊躇しない。この日夜、飽くなき美食何十年の実際生活を基本として、思考、紙幣に判断するとき、フグは、絶味も絶味、 他の何者にもところをことにすると断言してはばからないのである。由来、毒をもってなるこのフグなる者も,も、料理に法を得れば、何ら危惧なくして幸福を満たされることは、前申す通りだ。しかも、この頃のように、下関から飛行機その他で自由に取り寄せられ、あるいは下関そのままのフグ料理屋が、東京に少なからず散在する際だから、 この美食景卓に未だ出会わない発酵者は一生の不覚を悔いに残さぬよう、本前何を置いても、まずフグ料理の美味を試むべきである。そして、その放棄疲れた自覚を振りかざして、初めて美食美味を語るべきだ。下関人の話によれば、下関、馬館、広島、別府方面におけるフグの商い高は、年々、 60万円をくだらないと誇る。これを話半分にして30万円のフグが年々人の口に入るわけだ。それが1人前最高の5円あたりにして6万人分であるから、1人前1円くらいから飽きなう料理店などを加えて口数を想像するとき、話半分の30万円から概算しても、なおかつ10万人分くらいにはなるはずである。 これだけのものを商う料理や、その他専門店等のフグ料理からは、一人の中毒者さえ出したことがないと言ってまた誇る。これは私は信じてやってよいとするものである。しかして、この危険なき実際状態を目撃し、体験するものからは、もはや常識上、仮初めにもその不安にかられて良い分け合いのものではないという結論が生まれるわけだ。 フグを料理する法といっても、実はそう難しいものではない。生きたるフグを条件として、ただ肉中骨中の血液を天敵残さず去ることのみの仕事と介してよい。だが、何度と言って経験に取り扱う気になる万有はやめてもらいたいが、それには何を置いても、まず下関、馬官、別府等、 本場の専門的包丁人によって作られたものを食うという常識を必要とする。死んだフグを料理しては危険のある場合が多い。また、素人料理にうかうか安心してはいけない。フグによって命を失ったという話の全部が全部、素人包丁の無知が原因となっていることを明記する必要がある。値の安い場合にも注意すべきだ。